ぞ。なんかよくわからない神だったな。質問する暇もなかったし、話はまた今度だな。さっきのあんな雰囲気じゃ。大したことじゃないよ。たまたまそんな法律があることを知っててね。君たちのために念のため準備をしておいたのさ。まさか本当に役に立つなんて思ってもみなかったよ。これでフリーナ様がどんな神なのか分かっただろう。時々訳が分からなくなるけど、一応は理屈が通じる。ところでリネ、お前ってすっごいマジシャンだったんだな。歌劇場でパフォーマンスとかやるのか？単にちょっとしたトリックが見せられるだけさ。それを使って生計を立ててるだけだよ。マジックの助手もリネットがやってくれてるけど、実はフォンテーヌ最高のホールである歌劇場でパフォーマンスを行うのは今回が初めてなんだ。あれ？でもそういや、歌劇場ってフォンテーヌの法廷なんじゃなかったか？事件の審理がないときは様々な公演が行われるんだ。フォンテーヌじゃもともと審判と公演の境界が曖昧だからね。そうだ、これも何かの縁だし。旅人パイモン、君たち二人を公演のお客さんとして招待したいんだけど、どうだい？お兄ちゃんは知り合いが多ければ多いほどテンションが上がるタイプ。ひひ、いいな。どうせしばらくやることはなさそうだし、それにもともと歌劇場に行くつもりだったからな。それはよかった。だったらしばらく一緒に行動しようよ。ち案内もしてあげるからさ。あ、でもまだやることがあるから、とりあえずそっちを。本当かい？じゃあ遠慮なく。これマジックポケットっていうマジック道具なんだけど、これをここにいる人たちに配ってきてくれないかな。え、こんなマジック道具で何するんだよ。前に予言について聞いてきたでしょ。まずはそれについて詳しく説明しようか。いつからかフォンテーヌにこんな予言がささやかれるようになった。フォンテーヌ人は皆生まれた時から罪を抱えている。正義の国フォンテーヌがどれほど審判を行おうと、それが消えることはない。フォンテーヌの海面が上昇し、罪を背負いし人々が海水に飲み込まれるまで、人々は皆海の中に溶け、水神は自らの神倉で涙を流す。そうして初めてフォンテーヌ人の罪は洗い流される。めちゃくちゃネガティブな予言だな。なんでフォンテーヌ人は生まれながらにして罪を抱えてるなんて言うんだ？罪って一体何の罪なんだよ。人々もいろいろと想像を巡らせててね。一説にはフォンテーヌ人の先祖が海の力を盗んだせいで海が怒り狂ってるとか、別の説ではフォンテーヌ人が初代水神の忠告を無視したせいで天空の島の神の怒りを買ったとか。けどフォンテーヌでは何事にも証拠が必要だ。こういった説にも証拠がないから全ては想像に過ぎない。フォンテーヌ人ですら自分が何の罪を犯したのか知らないんなら、予言なんて無視すればいいじゃないか。別にやましいことなんてないんだろ。はじめはみんなそう考えてたよ。でもここ数年フォンテーヌの海面が実際に上昇し始めたんだ。すでに多くの場所が海の底へと変わり果てたわ。それらの説を信じず、ただの自然現象だって考えてる人も多い。だけど僕や僕の家族からすれば、フォンテーヌの人々はこんな可能性を無視してただじっと死を待つだけでいちゃいけないと思うんだ。少なくとも海の近くに住んでる人は沈む前に引っ越すべきだ。だからこうしてみんなにマジックポケットを配ってるのさ。これはマジック道具で高い収納機能がある。引っ越しの時絶対に役立つはずだよ。なるほど、転ばぬ先の杖ってやつだな。なあ、あるいは絶対的な力のみが災害に抗うことができるのかな。どうだろうね。
僕たちはあまりにも小さな存在だから。さて、手伝ってくれるなら近くの人にマジックポケットを配ってくれないかな。なんと言われようと無理やり押し付けてきてくれればいいからさ。それ、君たちも予言を信じてるのかい？俺はいらないよ。お前は予言を信じない派なのか？いや、信じてるよ。でもそっちじゃなくて、もう一つの寓話の方を信じてるのさ。物語によれば、人々はかつて海の中に暮らしてて、海を離れられない存在だった。人々は陸上で暮らしたいと思った。やがて血管が発達し、海を体内に包み込んで陸に上がったってね。だからたとえ海面が上昇して海に飲み込まれたとしても、ただ帰るべきところに帰ったってのと同じなんじゃないかな。うわ、そんな説もあったのか。でも海に飲み込まれたら人は死んじゃうんだぞ。いや、やっぱりもらっとけって。ああ、分かった。受け取ろう。俺はただ予言にある「人は海に溶ける」が死とは限らないと思っているだけさ。君はかの有名な金髪の旅人だったのか。気づかなくて失礼したよ。マジックポケットか。用意周到なんだな。確かに信じないよりは信じた方がいい。それじゃ受け取っておけよ。大魔術師にお礼を言っておいてくれ。ん？これ別にいらないよ。たとえ予言が本物だとしても、みんなを飲み込むほどになるのなんかもっと先でしょ。人は今を生きないと。この先もし何かが起こるなら、起こった時にまた考えればいいよ。それでもやっぱり受け取ってくれよ。万が一って時に役立つかもしれないだろ。うん、分かったよ。ありがとう。私はただ引っ越すことは今の生活を捨てるのと同じだと思って、それが嫌なんだよね。よっ、もう全部配り終えたのかい？どうだった？みんなその自分なりの考えを持ってたでしょ。ああ、でも災害が本当に起こった時にはきっと今の考えを変える人も多いんじゃないかな。だから準備をしておいて損はない。それでまだ他にやることはあるか？あとはもう最後の一つ。実はマジックポケットはフォンテーヌ邸にある工房のオーナーが作ってくれてるんだ。せっかく行くわけだから、ついでに材料を持っていこうと思ってね。材料集めだな。ものか教えてくれよ。人手が多ければ早く終わるぜ。うん、君たちがいてくれて助かったよ。材料はロマリタイムフラワーっていう植物で、港の東側の海辺にいっぱい生えてるよ。天へと舞え。ロマリタイムフラワーを摘むには水元素力を使わないといけないみたいだな。風よ、
さすがはプロの旅人、仕事が早いね。こっちもいくつか積んでこれたよ。ほら、ミネットもちょっとは手伝ってよ。無理、今日は省エネモードだから。じゃないと歌劇場での公演で元気出ないかも。はあ、分かったよ。まだ公演まで時間はたっぷりあるんだけどね。とりあえずことは全部済ませたから、フォンテーヌ邸に戻らない？歌劇場に行く前にフォンテーヌ邸に行くのか？フォンテーヌの大都市フォンテーヌ邸、ちゃんと見ておかないとな。し、待った、見て、あの子、あっちの女の子。どうかしたのか？オイラは別に何とも思わなかったけど。いや、明らかにスリだよ。実はマジシャンの手法は泥棒と似たところがあってね、どっちも人に見つからない前提で小細工を行うものなんだ。彼女の動きをよく見てごらん。静かに。彼女を捕まえる方法を考えよう。かなり警戒してるみたいだから、二手に分かれて行動した方がいい。君たちはあっちのリフトから上に先回りして、もし逃げるとしたら必ずあの方向を通るはずだから。よし、それじゃあ行くよ。誘い出そうとしてるだけってこともあるし。なんか何にも進展がないけど、リネのやつ泥棒を捕まえられたかな。お、行こうぜ。他になくなったものはないかい？いや、大丈夫だ。助かった。全然気づかなかったぜ。それじゃ、俺はこれで。本当にありがとな。は、取られたものはリネが取り戻したのか？ああ、でも残念ながら泥棒は捕まえられなかった。あの子、物を捨てて僕の注意を引いてね。その隙に一瞬で消えたんだ。その子が消えた大体の方向は見てたよ。でもあの時お兄ちゃんが足をくじいて、私もそれに気を取られちゃった。え、怪我したのかリネ？大したことじゃない。
ちょっとくじいただけさ、もう大丈夫。お兄ちゃん、善良でいるのはいいけど、もっと自分のことも気にかけて。公園に影響したらまずいわ。ごめんごめん、許してよリネット。はあ、それにしてもあの泥棒、身のこなしがすごかったな。ちょっと予想外だったよ。ま、少なくとも物は取り戻せたし、完全敗北ってわけじゃない。そんなにすごかったのか。まあでも結果は悪くなかったんじゃないか。リネの親切が無駄にならなくてよかったぜ。さて、ハプニングもこれでおしまい。さっさとフォンテーヌ邸に行こうか。